茨城中学校、高等学校は、茨城県三戸市八幡田町にある私立中学校、高等学校。中学校からの入学者に、中高一貫教育を提供し、高等学校においては、高校からの入学者と3年次から混合する、併設混合型中高一貫校。私学で半校を起源とする数少ない学校で、学校としては、国内屈指の歴史を持つ。 1841年、水戸藩により、藩校として設立された、行動館を起源とする、私立学校である。明治維新を経て1872年に、行動館が閉鎖されて以来、水戸学を信奉する学者により、私塾が次々と開かれたが、いずれも、閉鎖や廃絶を繰り返していた。その中で1924年、飯村城三郎は、 行動間の流れを組む唯一の私塾であり、経営困難に陥った水戸学院の支援を持ちかけられ、1927年2月5日、飯村が巨額の資材を投じ、私立茨城中学校が創設された。見学の精神は飯村が修正の心情とした法恩感謝である。 戦後の学生改革を経て、1948年、茨城高等学校となり、茨城中学校を併設した。ここに、現在の茨城高等学校、中学校の原型が定まった。創立以来男子校であった。また、中高一貫教育でなく、茨城中学校から茨城高等学校へ進学するには、比較的容易ではあったとはいえ、 原則として、形式上入学試験を受ける必要があった。外部の高校を受験するのは原則として自由であった。ため、茨城中学校を、卒業予定の生徒の多くが、茨城県立三戸第一高等学校をはじめとする、県立高等学校を受験し、茨城大学教育学部附属中学校と並び、三戸一校に多くの合格者を出すことが一つの売りでもあった。 1995年、中高一貫教育課程に移行し、その年度の入学生から段階的に男女教学化し、高等学校を進学校として、より充実させる方向に舵を切った。茨城高等学校は、それに合わせ1998年に、男女教学、茨城中学校からの入学生に対して、中高一貫教育課程を提供するとともに、それとは、 教育課程をことにする、高校課程からの入学生も募集した。中高一貫制度の導入、男女教学科は学校に新風をもたらした。カリキュラムを一新し、多様な教育活動が実践され、大学合格実績の飛躍につながった。中学体育祭が、現在の四色対抗戦となったのも、中高一貫科の翌年の1996年で、ある。 ただし、1995年以降導入した中高一貫教育も学校教育法第71条に基づいて文部科学省により正式に中高一貫教育を認定された学校ではなかった。2008年4月より茨城中学校、茨城高等学校の2校によって併設型中高一貫教育を行うことが文部科学省から認定された。認定により、 法令に基づいたカリキュラムの特別編成を行うことが可能となった。男女共学の開始当初、中、高とも女子生徒の募集は全体の3割であったが、2010年代には徐々に女子の募集が増えてきている。2011年、新校舎が完成した。木造の明るい校舎で、耐震、防犯の面でも強化が施されている。には、物理、 生物、科学のそれぞれの実験室を備えている。2019年、医療計画部への進学希望者が多い本校が、長年行ってきた、医早薬外部連携講座を発展、拡充する形で、医学コースを設置した。茨城県の医師不足解消の一翼を担うべく、地域医療を志す、医師、医療人の育成を目指している。さらに2020年には、 グローバル人材の育成を目的とし、海外大学との連携や、約6ヶ月の海外留学をカリキュラムに含む、国際教養コースを設置した。同年、医学コースは、国立病院機構未踏医療センターと、茨城高等学校、中学校として、カリフォルニア大学デイビス校国際教育センターと、それぞれ連携協定を締結した。2021年現在、 茨城中学校は県内に10校程度しか存在しない私立中学校の一つである。茨城高等学校は全日制家庭に普通科を設置している。2026年に創立100年を迎える。3万人を超える卒業生は社会の様々な分野の第一線で活躍を続けている。見学の精神は 創立者の井村上三郎の精神に由来して、法恩感謝となっており、これに基づく形で3項目の校訓がある。茨城高等学校は、茨城県立三戸第一高等学校や、茨城県立日立第一高等学校とともに、生徒の要望によって、1972年に、服装を自由化したことで知られる。1995年の中高一貫性導入に、 合わせて、茨城中学校は制服を一新し、茨城高等学校は改めて制服を導入した。茨城中高は、水戸藩の藩校である、行動館や、そこで形成された、水戸学の流れを組み、学校図書館は、行動館の蔵書を引き継いでいる。明治維新後に、行動館の蔵書のほとんどが国有とされたが、1945年8月2日、 未明の水戸空襲により消失した。このため、茨城中学校、茨城高等学校が、わずかに引き継いでいた1万余りの資料が、現存するものでは大半を占めている。現在は、茨城県立歴史館が、行動館により引き継いだ資料を、委託管理している。1841年に設立された水戸藩の、藩校である、行動館の流れを組んでいる。 明治維新の後、伝統を保つために関係者が自教者を設立し、行動学者、水戸塾、水戸学院として昭和にまで存続した。1927年に、政界、財界で活躍していた、飯村城三郎が、水戸学院を引き継ぐ形で、旧正市立茨城中学校を設立した。第二次世界大戦後の学生改革により、1948年に、 旧制茨城中学校は、新生の茨城高等学校に改組して、同時に、新生の茨城中学校を併設した。両学校の設置者の学校法人茨城は、男女教学、中高一貫教育体制の導入を決定し、1995年から茨城中学校は、男女教学になり、1998年には、 茨城高等学校も男女共学になった。ありがとうございます。